ストライクドッキング、こんにちは、宮本です。黒沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はコラボ予想をしていきたいと思います。はい、4月29日土曜日、オフラインで、モンストニュースがあります。そこでかなりの確率でコラボが来るんじゃないかなと我々思っております。まあ毎年来てるしね。はい、ということで5月に来たコラボをまずね振り返っていきたいと思います。こちらです。はい、てなわけで、ね、こんな感じになっております。去年は名探偵コナンだったね。ちょうど映画と合わせて、今も映画やってますけどね、はい、まあ、ワンチャンコナンの可能性もあるのかも知れない、かもね。はい、まあこんな感じになってて、基本的には新規が多いですね。そうだね。うん、まあコナン、呪術、銀魂、ブリーチ、セイント、セイヤーとかも来てるね。だけどまあ第2弾とかもなんか3回ぐらい来てるので、はい、まあそっちの可能性もビレゾンなのかな、と思っている。だけど今回はね、オフイベなんだよね、さっきも言ったけどね。そうなんで、オフラインイベントで発表されたのってどれだっけ、まあ、コナンもそうなの。コナンもそうか、呪術もそう、呪術もそう、鬼滅とか、あ、鬼滅ね、一夜の時、はい、あ、コナンってそうだったっけ。コナンもそうらしいですよ、なんかコメントで。はい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 、ただちょっと忘れてる、俺はよく覚えてないんだけど、うん、俺も結構忘れてる。あ、でもそうだった気がする。うん、はい、まあてな感じになっておりますんで、まあ新規が結構熱いんじゃないかな、最近の傾向で言うと。そうだね、うん、とは思ってる、オフラインだとね。はい、まあてな感じで、あとは、他のアプリと競合してるかどうか、そこら辺を見ていきますか。はい、今撮ってるのが4月27日なんですけど、現在の、他社コラボ状況っていうのがこんな感じになっております。はい、かなりその大手コラボしてる、かぶりが多い。うん、やっぱりゴールデンウィークっていうこともあって、どのソシャゲも、コラボ力入れてますねっていう雰囲気ですね。まあ、さっきちょっとコナン出てきたけど、誰がかぶりという。そうなんですよね。なのでなしと、多分ワンチャンもない。ワンチャンもないね。まあ、かぶりは基本的にそのワンチャンもないんですよね。はい、で期間 OK がこんな感じのメンツになっております。赤文字が新規でございます。まあだから激アツなのはこの赤文字の部分かなと個人的には思ってます。まあ他にも抜けてるやつがあるかもしれないけど、まあ一旦なんか他とのコラボの実績とかもありつつみたいな、あと来てほしいもありつつみたいな感じで、こんな感じで候補を絞ってきました。はい、じゃあ期間 OK のなんかありそうだなっていうちょっと理由っていうか、一応こういうのがなんか原作の方でありますよっていうのを喋っていきたいなと思います。鬼滅の刃に関してはアニメやってますよね。絶賛放送中、刀鍛冶編始まりまして、まあアニメ今敵も出てきまして、はい、盛り上がってるタイミングですね。だがモンストで言うと去年も来て、次やるんだったら第3弾っていう形になります。まあ、そうした時にねどうするんだろうね。まあ、第1弾がもう回まで行っちゃってるんですよね。そう、第1弾のキャラ、まあ、炭治郎とかがねもう重心化回してます、義勇さんも重心化回してますとかね、いろいろあるんですよね。その上が出せない、だから情報修正だけで終わりそうな、それが分岐みたいな。まあ、やりようはあるんだろうけど、まあ、やりようはいくらでもあるんですけど、一応その辺が懸念ではある。あとアニメ刀鍛冶編も全てが終わってるわけじゃない、まだ始まったばかりということもあって、そのネタバレ的に大丈夫か、その不安がありますね。まあ、ただただオフラインで発表するその第2弾以上系だったらありなんじゃないかなと思うのが鬼滅の刃だよね。そうですね、うん、いやこれはかなり臭いですね。臭いですね。はい、そして、まあ、次ルローニケンシンいきますか。ルローニケンシンなんですけど、まあ、これ何回も言ってるんですけど、2023年にそのアニメがねそのリメイクされて再び放送されるっていう情報は前からあったんですけど、それの日程がね7月あたりになるそうですね。ルローニケンシン、うん、ノイタミナから、7月からそのアニメ開始なんですけど、なのでこの時期ではないかなとは思ってる。ちょっと早いかなっていうイメージですね。でもルローニケンシンね、まだ進化神化
なんで重心化としてね実装は可能だと思うので、まあ、7月以降に期待したいかなって思っております。そして遊戯王ね、いや遊戯王ね、なんか情報ないかなと思って調べたら、遊戯王オフィシャルカードゲーム、カードゲームの方が25周年記念らしいです。周年なんだ。一応周年っぽい。はい、なのでなんかそれとかのオフィシなんか特設サイトとかもできていて、2月ぐらいになんかその25周年パックとかね、そういうのも発売されてて比較的盛り上がってるなっていう印象を受けます。なので遊戯王もワンチャンあるのかな、がそういう盛り上がりを見せてるんで、まあ、これも重心化してないしね。重心化してない、そう新鏡化なんですよね。やりようはいくらでもありそうですよね遊戯王って。はい、なので結構遊戯王いいのかなとか思ったり。でそしてヒロアカですね、はい、ヒロアカもその鬼滅と一緒でもう第2弾までしちゃってるんですよね。なので重心化回してる主人公のデクとかね、そうだからそこが不安、うん、はい。まあただ、2023年の、3月25日にそのアニメの第6期かな、はい、6期が最終回で、その後に第7期の制作も決定してるってことで、すごいやっぱり盛り上がりを見せてますよね。そうね、あのやる範囲は問題なすぎるね。ヒロアカはね、ヒロアカは、まあ、あとはいつやるのっていう話だよね、うん、はい。まあこのオフラインイベントで発表あってもまあおかしくはないのかなと思います。もうずっと盛り上がってるからさ、逆にいつやるか分かりづらい作品だよね。そして、金色のガッシュベル、まあ、これもなんかねそのコトダマンとかでもコラボしたからね、やっぱり毎回ここに上がってくるやつね。で今回空いていると、はい。そして、ガッシュなんですけど4月6日、ここでアニメ放映開始20周年です、うん、まあ結構タイミング的には確かに悪くはないね。そう悪くはないという感じ、まあ、こういう情報も出てきましたんで、まあ、ガッシュもワンチャンあるのかなと思いました。そして、ブラッククローバーね、これはもう随分言ってますね。宮本さんずっと予想してます。僕の毎回予想をね、ブラッククローバー毎回上がってますからね、はい。で、まあこれも何回も言うんですけど、映画がね今年ありますと、はい。で3月31日に放送予定だったのが、まあコロナの影響とかで6月16日に、延期になったですよね、はい。まあ、なので、まあ、この延期がどれだけ影響してるかは分からないんですけど、まあ、ブラッククローバーはまあもちろんそのジャンプの作品ですし、うん、常に候補に上がっちゃうよね。はい、じゃあ、で、ナルトだね。はい、まあ、ナルトなんですけど、まあ、アニメ20周年記念なんですよね。まあ、でも、ナルトは俺、正直、まあ、いろいろね、亀じゃない、カエルとか出てきてね、ちょっと匂わせてるんですけど、ここは一旦我慢。まだ違う。まだ違う。ナルトほどのタイトルは、フラパがふさわしいんですよ。個人的にはね。うん、なので、早いという判断。でも、候補には一応ありますね。はい。そして、デスロート。これを挙げさせていただいたんですけど、調べたら連載開始20周年。ああ、こちらも。こちらも、やっぱ周年系なので、まあ、目つけておこうかなっていう感じ。うん、まあ、デスロートの知名度、俺、だいぶ高い。と思ってるんですけどね、うんうん、誰もが知ってると思ってる。めちゃくちゃ面白い作品ですし、モンスターにも俺落とし込めると思ってるんで、他のソシャゲとのコラボ実績もありますし、うん、デスノートめちゃくちゃいいんじゃないかな。ただその情報が連載開始20周年だけなんで、これをなんか大々的になんか告知してるかっつうと、そういうわけでもないような気がしてるから、本家の動きとしてね、はい、まあどうなんだろうっていう感じでもあってもおかしくないなと思うので、デスノートを上げさせていただきました。そしてキングダム、キングダムねコラボ実績は一応パズドラだよね。パズドラありますね。パズドラあるよね。で今は誰もかぶってなさそうな感じで、本家の情報、まあ本家なのかな、まあ、実写映画が7月28日にあるんですよね3、うん、はい、まあ、なので結構動いている。で、未だにやっぱりキングダムって盛り上がってる作品だと思うので、まあ、今回ワンチャンオフライン発表であってもおかしくないかなと思っております。そしてブルーロック、アニメ終了直後でございます。めっちゃ盛り上がってました、はい。まあ、ワールドカップもあったしね、うん、はい。で
アニメ終了したんですけど、その後に2期の制作決定&映画も決定しました。大人気ですね。もう大人気よ。まあ、サッカー漫画ね、まあ、コナンでサッカーボールが実装されてるんで、優勝後もサッカーボールはね、容易なんですよね。なるほど、なるほど。はい。全員じゃあ、クイックチャージショットってことで。全員クイックチャージショットっす。あれ強いからな、普通に。そうね。いや、全敵サッカーボールかもしれない。いや、やばすぎ。で、全員ダッシュ持ちとか。はい、まあそんな感じでね、もうそれ別に落とし込めなくもないなとは思ってるんですよね。で、なんかめちゃくちゃ面白そうだなって、なんだろう、こういうスポーツ系のやつってなんかあんまりイメージないんで、こういうところでやっても面白いのかなと思ってますし、はい、ブルーロックもいいんじゃないかなと思いました。そしてペルソナ5ね、ゲーム系来ましたよ、うん、ペルソナね、まあ大人気なんですよね。比較的その他のソシャゲとしがちなんですけど、今回フリーなんですよね。そうなんですね。ペルソナ5、はい、まあ、これはちょっと怪しいなっていうのが、ペルソナ5自体の動きはあんまないですけど、そこら辺ですよね。そうですね、うん、やっぱり匂うのは、はい、まあ、こんな感じで候補を絞らせていただきました。まあ、どれも結構理由があって、うん、悩ましい感じかなと思っております。はい、まあこの中から我々予想していくんですけど、いや、いろいろ理由がありすぎて難しいよ今回も。そう、結構被り多いから消せは多いんだけどね、消すことはできるんだけど、なんか選ぶのがむずい。選ぶのだいぶ、まあ、個人的にはまあ、鬼滅とかすごい今ホットで怪しいんだけど、まあ、第3弾やるのかな、うん、やっぱ炭治郎とかの扱いが結構、義勇とかもそうだけど困りそうな気がするんで。困るし、なんだろう、損しそうじゃない、仮にさ、進化系で出るんなら今後。いや、損しそう。なんなら去年も若干損してたのがあるから、うん、またそれみたいな、はい、あんま良くないよね、くんのが。うん、盛り上がるだろうけどね、うん、とは、相当情報修正とかさ、うんうん、風変わりしたらね、変わるだろうけどね、うん、ちょっとそこが不安かなと思って、個人的には決めつけした、はい、うん。で、まあ、あとは他の理由、さっき言った理由とかもありまして、いいですか、僕も発表しちゃって。どうぞ。はい、まあ、僕個人的には、まあ、今回やっぱりオフラインっていうこともあって、新規が来るんじゃないかなと思ってます。やっぱ新規傾向にあるから最近、うん、で、まあ、最近盛り上がっていたいるブルーロック、おお、ここで来ちゃうんじゃないかな。だからこれ当てたらすごいわ。やっぱさっきちょっと言ったけど、スポーツ系とはどうなのはちょっと付きまとうからね。まあ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 、まあ、でもサッカーボールあるんで。そう、まあ、来ちゃえば全然違和感ない、ね、全然違和感ないと思う、ね、まあ別にね、そういう世界観とかで何でもいいんですよね、多分かぐや様してるぐらいなんで。そうですね。はい、なんで、まあ、ここでスポーツ系来てもいいんじゃないかなとか思ったり、ブルーロックはありなんじゃないかなと思った。で、一応第2弾系も言わせて、第2弾系だったら俺遊戯王。なるほど。うん、まあ OCG のね、あの25周年もありますし、うん、ここで回収してきても第2弾はおかしくないんじゃないかな。オフラインで発表しても、まあ、遊戯王だったらまあありかなと個人的には思ってます。はい、まあ俺の予想はそんな感じかな。うん、俺はこんな感じです。はい、カルサはどうすか。僕は、はい、ペルソナ5で。ペルソナ5、はい、来ましたね。ゲーム系、ゲーム系、まあアニメもやってるんで。あ、そうだ、アニメやってるね。アニメのとのコラボにはなるだろうけど、うん、まあさっきちょっと言ったんですけど、結構大人気なんですよね、他のソシャゲのコラボと。ね、どこもペルソナ5やってる。やってる。いつ何時も。だから、パズドラもやってるし、まあ、さっき言った言葉もやってるし、うん、グランブルーファンタジーとかもやってるし、ね、結構大手とかとかもやってるんで、やってる、ね、まあ、モンストやってないのどうなのっていうね、うん、そうよね、全然やってもいいんじゃないかな。まあ、そういう作品少ないからね。あとはだってコードギアスとかもそうだよね。まあそうね、そのうちの一つになってくるんだけど、まあ最近だったらテンスラとかもやっぱりその枠だったから、枠だったの、まあ、その枠の一つだよね、ペルソナ5って、うんうん、で、僕がいつもこのさ、かぶり状況とか調べてるじゃないですか、うん、で、ペルソナ大体いるんですよ、かぶりに。で、今回いないと。いない。
いやおかしいな、大人気でコラボ相手なのにゴールデンウィークにコラボ相手がいない。そんなわけないっすよ。そんなわけないよね。そんなわけないっす。いつも大人気なのに。大人気なのに本当。なんでここだけいないのみたいな。はい、モンストです。これです。これはモンストだわ。ああ。ってなりました。ね、まあ、モンストいつも後々発表だからね。そうそうそう。うん、ギリギリで発表してくれる。なるほどね。第2弾系は？いや、俺も1個でいいっす。1個でいい。ペルソナだけいい。はい、大丈夫です。じゃあ、カラさんはペルソナ。で俺はブルーロック。いやー当たるといいな当たるっていうのはいつも難しいんだよな。はい、まあてな感じでね、まあいろいろまあこじつけて予想してきましたけども、そんな感じになりました我々は、うん、まあ何が来るか楽しみですね。4月29日オフラインですからね。なんか盛り上がってほしいですね。盛り上がるやつ来てほしいです。はい、まあ、てな感じで4月29日楽しみにしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。